3人のレフリージャッジで行われますこのチャコフユーリー対オングラード・ベイゴの対戦です。10回戦、今晩の契約ウェイトは51キロと発表されています。両者ともに1回目の計量でパスをいたしました。赤いトランクスがチャコフユーリー、そして青のトランクス、こちらの方がオングラード・ベイゴです。さあ試合が始まります。チャコフユーリーは23歳です。163センチ。ソビエト・ロシア共和国のタシタグ市で、生まれました。祖先はエスキモーの血も引いているということでありまして、やはりこうやって見てましても白井さん、だいぶ東洋人的な風貌ですね、チャコフは。顔はね、本当のあの日本人じゃないかっていうね、思うくらいね、本当に日本人に近い顔してますね。はい、まあ、しかしこの人はあのアマチュアの、ね、世界チャンピオンですからね、やっぱりうまいですね、シャープだしね、はい、非常にあのいいですね、目もいいし、まあ、競泳ジムの陣営も中盤までには倒すんではないかということを話してまして、一方のベイゴの陣営はまあこのチャコフに勝てるとは本人も思ってないだろうけれども、どこまで前線できるかというのが今日の見どころじゃないでしょうかという話をしています。さて、具志堅さん、はい、このチャコユーリー、試合での印象と練習での印象は違いますか？違いますね。あのリズムの取り方がうまいですね。はい、肩にリズムを取るんですね。あ、もう効いている、左のボディ一発で効いています。ベイゴが苦しそうに顔を弱めています。スタンディングダウンを取りました。いやいや、効いてるんですね。いや、これは大変。その人も早いな。これは相当効いてますよ。あ、ダメ、ノックアウト。カウンターアウトをしました。左のボディーブロー、わずかに一発でノックアウト。1ラウンドのノックアウト勝ちです。早くもチャコフユーリーの手が上がりました。いや、相当に効きました。日本に来てこれで3戦3勝 3KO ということになったわけですが、1ラウンドノックアウト勝ちは初めて。さあ、スローで見てみましょう。スローで改めてご覧になって白井さん、いかがですか？もうお腹の、ね、真ん中よりちょっとあの右側ですかね、あの、ソーラープラットって言うんですよね、はい、あそこが一番効くんですよ。そうですか。そこが一発パシャッと入りましてね、一発でも悪かったですね。ちょっともったいないようなあっけないような試合でありましたが、チャコフユーリーがこれで3戦3勝 3KO となりました。いや、ボディにパンチをもらった瞬間にもうベイゴの方が泣きそうな顔になりましたもんね。一発でした ね、 いや、強いことは分かっていたんですが、これほど強いとは思いませんでした。チャコフユーリーです。まあ、白井さんと具志堅さんにじっくりとこのチャコフユーリーの強さ魅力を伺っていこうというふうに思っていたんですが、あっという間のノックアウト劇でありまして、まあ、第1ラウンドのスロー VTR をもう1回見ながら、このラウンドの振り返り、またこのチャコフユーリーの強さを伺っていきたいと思います。デイリースポーツ新聞社からトロフィーが贈られました。そして TBS の関口プロデューサーからは